アグアパネラケソフレスコとアグアパネラ通常、パネラの塊の半分を水に加え、溶けるまで加熱する。アグアパネラ、アグアデパネラ、アッグエパネラは、南アメリカ全域並びに、中央、アメリカ及びカリブ海地域の一部において、広く飲まれている飲料である。砂糖きびの汁を固めた、黒砂糖を溶かして作る飲料であるため、名称の直訳は、黒砂糖水である。 南アメリカ全域を通じ、作り方にはバリエーションがあるが、コロンビア及びブラジルの一部地域においてよく飲まれており、これらの地域ではコーヒーの代替飲料として茶と同様に消費されている。エクアドル、チリ及びペルーにおいても若干のバリエーションが見られる。コロンビアでは茶と同様にレモンを若干加えて飲むのが一般的である。アグアパネラは パネラの小片を水に加え、小片が完全に溶けるまでかき混ぜて作る。ホットでもアイスでも、しばしばレモンまたはライムと共に供される。ホットで飲む場合には、これら果汁に変えて牛乳またはチーズを加えることがある。コロンビアでは、しばしば風味付けのため、水と砂糖に変えてアグアパネラを用いてブラックコーヒーを抽出する。アグアパネラの紅用については、 オレンジジュースよりも、多量のビタミン C や、ゲータレードと同量の採水はミネラルが含有されているなどの理解に基づき、多数の説が提唱されている。また、風邪の治療に有益な飲料であると、一般的に考えられている。今日では、アグアパネラは、もはや、ブルーカラーの飲料ではなく、コロンビアの高級カフェにおいて、茶の一種として提供される飲料となっている。カネラソは。 アグアパネラにシナモンとアグアルディエンテを加えたアルコール飲料である。グラスの縁に砂糖をまぶしつけるスノースタイルで供される。パネラは比較的安価かつ地産品であるため、コロンビアの多くの農業従事者、とりわけ小作農はカロリーの大半をパネラから得ている。タンパク質を豊富に含む肉や牛乳といった食品が希少かつ効果であるため、多くの場合、パネラ並びに 少量の米及びプランテンしか入手することができないためである。このため、児童において、クワシオルコル型の栄養失調の発生率が高くなっている。コロンビア政府は、貧困層に対し、タンパク源として大豆粉を供給することにより、こうした状況を緩和することを試みている。ありがとうございます。